悲しみ深く胸に沈めたら心たに燃えて。はい、到着です。アチパーキングエリア、パーキングエリア、アチパーキングエリアにお世話になります。ここの気温は今、24度ってなってました。よいしょ。はい、ただいま、おーちゃんただいま、アチパーキングエリアに到着しました。おーちゃん到着したよ。弥生さんはもう完全にブッブーでございます。で、仕事が終わってからすぐに出発、まあ、すぐにちょっと用意して、出発しました。で、モリモンのライブ放送を相方にして励まされるようにここまでやってきました。明日の予定はまだ何も決めていなくて、で、今のところの予定ではマナピーと、明日の晩、諏訪湖のサービスエリアで合流できたらしましょうっていう約束をしてます。で、マナピーのところの、愛犬が今ちょっともう、年齢的なもので、介護状態にある。おーちゃんこりゃこりゃこりゃ、何すんの、何してくれんの、今父ちゃんお話ししてるんやけど、なんかいる、なんかいる、お水飲む、お水飲む。それでは、いっぱいいただいてから僕も眠りたいと思います。はい、おーちゃん乾杯。はい、はい、今日はいい天気ですね。暑いで外、車もひっきりなしやわ。なあ、うん、すごい。休みやな。なあ、みんな涼を求めて上がってくるのかもしれない。おはようございます。おはようございます。今日は8月の10日。今何時？あ、今何時と思う？8時見えた。見えた。見えちゃった。うん、8時です。完全に寝坊で、はい、毎度のとりあえず毎度恒例、まだ髪の毛も何もしてない、はい、毎度恒例の寝坊です。夏休みに入ります、はい、僕らの夏休みでもう始まりです。昨日の晩、うん、仕事終わって、うん、そのまま、うん、あのとってここ、アチパーキング、アチパーキングエリアの上りだと思います。これ読み方間違えてなければにいてます。すごい人が多いね、さすがに。昨日からみんな出発してる人が。昨日の晩はそんなに暑さはなかったね。あとね、ここ26度とかだったよ、外気温。そこまで、うん、今は暑い。もう今はもう日に寒寒に受けてやってる。ということで、はい、今日から始まって始まります、はい、高いよね、高い高いってあれやったのかなけどね、サンドイッチもちょっと値上がりしたのかな。これで400円で、あんまりパンの種類がなくて、このこれ美味しいよ。このまあまあ美味しい、好きやね、うん、これ冬場は硬いね、チョコレートが。そうやな、うん、私あんま朝とか食べへんから、うん、あんまり分からへんけど。それでは初めなので、はい、いただきます。何してんの。あのいつもよく食べるハム、卵でも卵がふわふわしてて、うん、これは割とあの物よりもパンが分厚い。実はパンがね、パン嫌いじゃないんやけど、あんまり分厚いのが好きじゃない。ちょっと待ってや、何してんねん。うん、うまうん、腹みたい。ごちそうさ
様でした。あ、おうちゃんも今日今回は長旅だけど。逃げたで今。来てます。おうちゃんさん。もう、あの、イブ好きじゃないからね。うん、今日は4時半から起こされました。迷惑そうな顔しております。パン食べる？オッケー。オッケー。おかわり。オッケー。おか早いなはい、もうおしまいで、もうおしまい、はい、ようやく準備が整いました、さっきここどこかなって言ってたけど、うん、長野県ってもう入ってんねんて、うん、でここから、少し走って妻子塾、あなたの大好き、古き良き風景楽しみに行きましょう、はい、ちゅうことで向かいます、行ってきます、はい、行ってきます。ごめんね、おーちゃん今温めておりますので少々お待ちください。ごめんねごめんね、おーちゃん、おちゃん、お待たせしました。はい、どうぞお食べください。おはよう。おはよう。おはよう。もう出てるね。ちょっともう帰るかもしれないなってるから、帰るみたいなのはちょっとできないかもしれないけど。あ、ほんま、せなってなったんか。もうまっすぐしか見られへんわ。あ、よそ見運転しちゃあかんで。よそ見すんなって言ってる。今地元の橋です。あ、了解了解。これ目的地付近です。男性案内を終了します。お疲れ様でした。到着300円。はい。暑いでございますね。暑い。日差しが。まあ大阪よりはまだマシやけどね、日差し。日差しだけが強いだけかな。うんうん、日陰やっぱりちょっと涼しい。ん？日陰は涼しい。そうやな、日陰は涼しいな。うん、はい。おお。こっち暑いな。じゃあ歩いていこうか。うん、行きましょう。行きましょう。すごい大きいな、見て。ん？これ何やろ。わ、窯？なあ。え、これ味噌作りの窯やって。へえ。危険ですってなってる。味噌作りの窯。え？危険ですってなってる。すごいな。すごい。クモの巣張ってるけど。うん、クモの巣張ってんな。暑いです。いや、あのね、さほどやねんけど、多分この人疲れてはります。まあけどいい感じのところ、うんうん、雰囲気な、うん、雰囲気は好きな。秋とかいいんじゃない、ここは。あ、そうだ。でも店閉まってるよな、だいぶ。うん、ね、全部が、あんまり開いてないね。お土産、メンパ。メンパ、うん、メンパ。風は気持ちいいね。うん、風気持ちいい、うん。トンボがいっぱい飛ぶ。トンボが飛ぶっていうことは、うん、もう秋？そうやな。ちょっと秋の、うん、イメージ、ね、ちょっと秋になってきてんちゃう。おやきは、だいたいその決まってんねん。何を味を、何味を食べるか。あんたのたまのやろだけど。アホみたいな、同じ、同じものばっかり。なんなそれ、ディスってるの。あの、冒険せえへんの、同じものばっかり。あんたら何すんだよ。どうせ甘いやろ。私1個なんか食べられへんもん。え、1個半分かよ、そんな無理やわ、食べられへん。あ、ほんならもう魚半分かよな。やろ、だから魚なんやろ。そうです、わがままのやつめ。ちゃんちゃん、真ん中食ってきてるやつに言われたなよ。わがまま
もうわがままで困る。もう本当に難儀やな。難儀やわな。わがままジュリエットやな。ジュリエット誰かやねん。すいません、野沢菜のおやきを一つください。800円の会社ですね。ありがとうございます。持っていかれますか？中でも食べれます。いや、あの犬いてるんで。あ、食べられてください。ありがとう。ありがとうございました。はい、野沢、安定の野沢屋のおやき。どんな感じですか？おー、マジ野沢屋な。え？野沢屋。野沢屋。野沢屋の好きだ。食べたいものがいっぱい出てますよね。醤油味の野沢菜。美味しいで。サラやな。サラ。サラやわ。分かれへんもん。美味しい。美味しい。やっぱり野沢菜ない。いやな。ん？野沢菜ばっかり。ベジタリアン。私だったらくるみを選ぶな。いや、切り干し大根とないやん。切り干し大根やね。わちのやさん、中でも食べれるんやけど。あんま汗かいてないな。あんたエグいで。なあ、うん、やめた方がいいで。それ耐えられへんで。今やったら俺の方がマシ。さあ、みんな。行こうか。車に戻りましょうか。はい。すっごいもうあれの匂いしてるな。ん？してる？匂い、この何て言うんだっけ、この漬物の。やってまいりました。そば。暑いんやな、梅雨が。え？なあ、あったかいやね、美味しそう。うん、いただきましょう。いただきます。いただきます。でしょうね。でしょうね、あんた。いただきます。はい、あのしっかり歯ごたえがあって、おいしい。あ、ほんま。うん、いただきますよ。おいしいね。うん。ね、おいしいな。うん、天ぷらのつゆ。うん、天つゆ。天つゆ。うん、これは熱々やん。うん、お漬けもおいしい。うん、だから言ってたんやなって、匂いがすごいなって、もう、うん、この漬物すごい美味しい。臭い。え？匂いが臭い。だからそれや、うん、やるな。だからそれや、うん、飛んでった。飛んでてね、落として。美味しいね、それつけたら。美味しい。そうね、ベリーグッドでございます。今そば食べてきて、ファミリーマートです。コーヒー飲んでます。ちょっと疲れが、ちょっと疲れがきました。思ったより暑かったね。あそこ、あの行った場所って結構平地やった、そんな標高の高いところではないから仕方がないけど、うん、おそばも美味しく、おそば美味しかった、うん、美味しかったよな。で今は多分あの鬼平さんの近くに、うん、去年行った。また鬼平さんは行ってみたいけどな、うんうん、で今日は今からちょっとだけ休憩して、ほんでまたどっかちょっと寄りながら、マナピーたちと待ち合わせしている諏訪湖のサービスエリアに向かっていきます。お風呂も決めながらね、うん、ちゅうことでちょっと昼寝します。
加熱9ワット使っております。あ、これは正解。お、いい感じ、ほんまに。お、ええ感じ。あ、匂いも少ない、煙も出にくい。これは正解かもしれない。うまいっすか大次郎さん、うまいっすか。和食どころ船吉さん、営業中、お品書き船吉定食、2000円、うん、1800円で買い取ったのか、あれは税込みか、これが前か、前か。あ、2人。ここね、今クーラーもかかってんの、うん、ほんまに。かかってるで。かかってないよ、これ。だって出てないよ。うん。で、網戸にしてて、ちょっとこれ飛ばそうかな。網戸にしてるだけで、これ風が今入ってきてて。うん、させていただきます。ありがとうございます。はい、すいません。で、扇風機だけ。今すごい涼しいから、うん、暖かくて。そんな暑くない。暑くない。の、うん、十分いける。いけるよね。やっぱここが大阪との違い。それではいただきます。いただきます。船吉定食。定食、はい、刺身と天ぷらね。うんうん、それではいただきましょう。うん、はい、あなたは顔ぶっぶーなので。いただきます。いただきます。なんかあれやな、若い頃と違ってこれ優しいのが、うん、美味しいね、なんか美味しくないような気がするな、うん、もう一回お蕎麦でもいい、うん、美味しい。さあ、マナピラはどの辺まで行ってんのやろな、お風呂入ってるやろな。はい、いいよ。ついてからのやることがもう決まってるもん。はい、ちょっと待ってください。これは共同作業です。共同作業です。はい。いつも早い。はい。はい、半年ぶりの交流でございます。ギュッけどあれやな、マラブラはマラブラで言っとったよな。そうそうそう、この日のために練習してた。練習、一泊、うん、で、ちょっとジョノに遠く、うん、あ、距離を行ってしながらってこと、うん、でもやっぱ大変やな。大変やでな、うん、ほぼほぼ出るの昼とか、そんなになるの11時とか12時ぐらいな。そうやな、もう全てワンコに合わせてやらなあかんからな、ね、うん、まあそこは仕方がない。僕にはで、あなたにはな、ワンワン。今回は、まあ行けるタイミングが合うところは、うんうん、ちょっと、まあ、そうやね、そうやね、遊びながらやっていくっていうやり方、うん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 、ということで、1年半年ぶりのはい、うん、はい、楽チャンネルフルメンバー、はい、撮りました。はい、はい、ということで楽しんでいきます。はい。欲しいねんな。寒いぐらいやな。ずっと持つんじゃん。あの冷蔵庫に入れてるから。あ、そっか。冷蔵庫に入れてるのか。そう。場所。まあ場所取るよな。頑張ってるんで。すごいな。
ご飯もこれ。